藤さん、俊足のバッターが続きますね。こういうバッターがいると攻撃のバリエーションは広がりますか。まあ、ドラッグバンドあるいはボテボテの内野ゴロ内野安打っていうのもね、足の速い選手というのは非常に警戒しなきゃいけないと思いますので、まあ、とにかく守り側としたらこの走者を出してしまうと非常に失点する確率は高くなるということですね。なるほど。低めいっぱいに決まります。いやー黒木さん、ナイスボールですよね。ナイスボールですね。この後も素晴らしい投球を期待したいです。3球で決めてくるか。さあいい当たりだ。ライトの前ワンバウンド、打ったバッター一塁を蹴った。ツーベースヒット、ライトへヒットを打ちました。さあクリーンナップへと入っていきます。鳥海、この場面でのバッティングはどうでしょうか。さあタイガース、ライトへのツーベースヒットでランナーを出しました。まずは初球見送りました。次の2球目、低めの球ストライク、低め低めと持ってきました。さあ1球様子を見るのか。ここは見送ります。変化球打ちました。センターへ落ちました。止まりました。セカンドランナーは三塁ストップ。さあそして4番という場面、新井、ランナーを返していけるでしょうか。さあランナーは三塁一塁に変わっています。辰川さんにお聞きしますが、タイガースの攻め方はどう見ますか。ここはね、中途半端なフライだけはいけませんからね。アウト、一塁もアウト、ダブルプレー。1点を返します。追い上げます。バッターブラズ打席に入ります。最初のボールを決めました。2球目です。行きました。セカンドへの打球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。4回の表が終了。タイガース1点を返しています。4対1、3点差に変わっています。4回の裏、ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは8番寺内、打席に入っています。最初の1球、外めのボールから来ました。次の2球目、見送ります。次が3球目、低めのボール打った。ファインプレーはアウト。いや勝川さん、ナイスプレーですね。いや本当にナイスプレーです。お見事でした。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。ピッチャーに回ります。杉内、打席に入ります。最初の1球は成田、まずはストライク。座元、3球目、今度は変化球、これで追い込みました。
次の4球目。変化球を打っていった。打球はセカンドへ。アウト。セカンドゴロに倒れました。バッター坂本、バッターボックスに入ります。第1球はどうか。まずは変化球から入りました。2球目です。これはストライク。変化球打った。ヒットになりました。ライトへの打球はヒットになりました。打ったバッターは一塁ストップ。ウォーカー打席に入りました。ジャイアンツライトへのヒットでランナーを出しています。これも強い当たりだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー二塁回った。打ったバッターは二塁へ向かいます。ライトからセカンドへ。ツーベース。そしてクリーンアップという場面、長野、その注目のバッターボックスです。先ほどのピンチからチャンスに変わりました。まあ失点した後ですのでね、ここは取り返したいですよね。はい、この場面は点を入れておきたい。これも強烈な打球。肩はまっすぐ行った。セカンドランナーは一気にホームへ。今セカンドランナーもホームイン。走者一掃のタイムリーツーベース。2点を追加、5点差に広げました。得点シーンプレイでご覧いただきます。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。次のバッターを迎えます。村田打席に入ります。さあジャイアンツ、さあツーベースヒットで2点を追加しています。落ちるボール打ちました。ショートです。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあタイガース5点を追いかけます。今から全身を使って皆さんの野球愛を表現してください。今日の試合で最もクールな野球愛。5回の表タイガースの攻撃、この回は6番から始まります。マート打席に入っています。5回の表に入っています。どこから行く。まず最初のボールを決めていきました。次のボールは低め、落ちました。アウト。これはアウトです。セカンドゴロに終わりました。バッターは7番金本、打席に入りました。何を投げてくるか。最初は速いボール。中へ追い込みました。150キロです。際どく攻めるのか。三球三振。ボールを捉えられませんでした。バッター城島、バッターボックスに入ります。最初はストライク。どう攻めるのか。ここは変化球。サインはどう出されたのか。大きいぞ。これは大きいぞ。入りました。ホームラン。ホームラン。
回の表、この試合初めてのホームランが出ています。選手全員が出迎えます。1点返します。得点差は4点となりました。ただいまのホームラン、リプレイが出ます。これで4点差に変わっています。伊藤さん、完璧な当たりだったんじゃないですか。もう打った瞬間にホームランと分かる当たりでしたね。なるほど。放送席の山口さん。はい。三塁側です。どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは外のまっすぐ、バットにうまく乗せられましたということでした。それでは放送席をお返しします。三塁側ベンチでした。この回一発を許しています。取ってこれで3アウト。さあジャイアンツ、この後5番から始まります。5回の裏、ジャイアンツの攻撃。バッター阿部、バッターボックスに入ります。第1球、初球見送っていきます。次のボールは外を、外へ2つ続けました。3球目、低めのボールを打ってファーストへの打球、アウト。守備で見せます。いやー、辰川さん、見事なプレーでしたね。いやー、本当にナイスプレーです。お見事でした。本当に高い守りでしたね。初球です。最初のボールを決めました。外のボールに手を出しました。外へ2球持っていきました。次のボール注目しましょう。逃げ上がっている。このストレートは入りません。外へ変化球持ってきました。落ちました。ランナーが出る。センターへの打球はヒットになりました。笠原、打席に入っています。さあジャイアンツ、センターへのヒットでランナーを出しています。どこから狙うか。初球は変化球から入りました。低めのボール打った。さあ3球目、この球は来るのが分かっていても手が出ません。ここは追い込んでいます。さあ4球目、変化球打ちました。止まった。二塁にストップします。ちょっと間を取りますが、今日は自分のピッチングができていません。ひとりさん、疲れがピッチャーに見えるようですが、いかがですか。コントロールが甘くなってきますね。まあ、ひとりさん、なんとも悔しい降板となってしまいました。そうですね、内容的にも仕方ないと思います。タイガース、
ここで2番手ピッチャーにスイッチします。西村、ワンアウトランナー2塁1塁の場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。さあランナーは2塁1塁になっています。さあ辰川さんにお聞きしましょう。ここはどうすればいいでしょう。ああリードはね大きい方がいいですからね。次のボールは外、これはボール。2球目も落としてきました。3球目落ちるボール、空振りになります。スライダーで追い込んでいます。打ちました。打球はファーストへ、二塁へ送ります。二塁フォースアウト、セーフ。一塁はセーフ。次のバッターとなります、杉内、打席に入ります。最初の1球内へのボールを打った、セカンドの前になります。さて試合は4点差のまま6回に入っていきます。東京ドームは6回の表タイガースの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。平野バッターボックスに入ります。その初球は外のボール。2球目はどうか。低めのボール打ってサードへの当たり。アウト。一塁アウト。サードゴロに終わっています。バッター柴田打席に入ります。第1球です。最初はストライク。ツーを切ります。これで追い込みました。果たして3球勝負するのか。外のボール打ちました。またしてもサードゴロ。これはアウトです。サードゴロに終わりました。クリーンナップへと続きます。鳥谷打席に入ります。初球はどうでしょうか。初球を叩いた。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトからヒットが出ます。あっとセカンドを狙ったぞ。ツーベースヒット。新井、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。タイガース、ライトへのツーベースヒットでランナーを出しました。第1球まず変化球で空振りさせました。2球目です。内へ低めのボール。次が3球目。これは変化球。ここは追い込んでいます。次の4球目。これは外に来ました。あ、転がった。このピンチ、踏ん張りを見せました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。6回の表が終了しています。タイガース得点はありませんでした。
ャイアンツの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。坂本バッターボックスに入ります。最初のボールはストライク。これで追い込みました。次のボール注目しましょう。これも落ちた。縦のスライダー。次が5球目。ドンピシャのタイミング、レフトへの当たり、フェンスに当たって跳ね返った。あっとセカンドを狙ったぞ。ツーベースヒット、フェンス直撃のツーベースヒットになりました。松川さん、惜しい打球でしたね。いやー、もうね、完全に入ってもおかしくない打球でしたけどね。非常に惜しい打球でしたね。ジャイアンツ、レフトへのツーベースヒットでランナーを出しました。初球はどうか。まず低めに持ってきました。今度も綺麗に落ちました。バッター見送りました。次で勝負ということでしょうか。ここで切らないと、古木さん、次が怖いバッターですからね。ランナーをためて次のバッターは嫌だと思いますよ。まあこれ以上塁を埋めてその打席を迎えたくないですよね。外の球、これは入っていました。見送ってストライクが一つ入ります。さあ何を見せるか。ボールを追っていきます。ヒットになりました。セカンドランナー一気にホームを狙う。セカンドランナー今ホームイン。1点を追加、その差は5になりました。バッターを迎えます。長野、打席に入りました。ジャイアンツ、さあツーベースヒットで1点を追加しています。最初の1球、外から攻めていきます。ここは追い込んでいます。際どく攻めるのか。今のはボールになります。バッテリー1球外してきました。次の4球目、この球は外れています。ランナーは三塁一塁に変わっています。
いや、辰川さん、ジャイアンツのこの後の展開なんですが、このランナー返してね、ダメを押せばいいと思いますけどね。どう攻めるのか。アウトコースへ決めました。さあ4球目、見送ります。インコース振らせました。アウトが一つ。そして次のバッターです。阿部、打席に入っています。どこに出てくるんでしょうか。最初のボールを決めました。次の2球目、強い当たり、右への打球、ライト伸びる、いいですね。ボールは中継のセカンドへ。サードランナー今ホームイン、ライトへのタイムリー。ここも点を加えます。6点差になっています。次のバッターを迎えます。高橋由伸、打席に入ります。さあジャイアンツ、さあライトへのヒットからの得点を挙げています。初球は最初から際どいコースを狙ってきました。落ちるボール打った、ファウルです。次のボール注目しましょう。空振りの3球三振、ボール球を振ってしまいました。ここは三振でアウトカウントを増やしました。しかしスタミナはどうなんでしょうか。古木さん、疲れがピッチャーに見えるようですが、いかがですか。コントロールが甘くなってきますね。まあそろそろ変えるかなと思いますね。なるほど。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。第1球です。鋭い打球、初球捉えました。ワンバウンドヒットになりました。この回ヒットを重ねていく。今サードランナーがホームイン、センターへのタイムリーヒット、1点が入ります。これで7点差になりました。バッターは8番寺内、バッターボックスに入ります。飛鳥さん、これでヒットが出ますと先発野手全員安打ということになります。ああ本当によく打ちますよね。最初の球はまずは初球見送りました。この回はツーベースヒットから始まりました。まだ続いています。どう攻めるのか。3球目打って、ファーストへの打球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあタイガース、次の攻撃は5番からということになります。それでは皆様。